バイオリン買ったから開けてみよう。片当てとバイオリン、片当てどっちにはめるんだっけ、忘れちゃった。弓も買ってみた。どのぐらい弓って張るんだっけ。怖いから弱めにしとこう。ペタペタします。もうちょっと強く張らなきゃいけないのかな。弾いてみよう。今日はバイオリンを購入してから実際に、開放弦など音出し練習をするまでのセッティングと押さえておかなければいけない大切なことをお話ししたいと思います。今までも構え方や松屋にの塗り方、そして弓の持ち方などそれぞれの動画を出してきましたが、今日は一通りの作業の見直し会的な学びの動画になればいいなと思っています。初めのセッティングでつまずいちゃわないように、スムーズなお稽古生活をスタートさせてください。まずバイオリンに必要な小物含め道具のチェック行いましょう。最低限持っておいた方がいいもの、まず楽器ですね。これは楽器店で買われている方が多いと思うので、ほとんどの方が挑戦されていると思います。そこで気をつける点は、片当ての付け方をマスターしましょう。まず片当てをつける時のポイント、上のこのネックがありますよね。このネックを上だと思ってください。で、バイオリンの背面をこちらの方向に向けます。前に向けます。そして今私が使っているのはクーなんですけど、このメーカーの文字がつけるときに、先ほどここは上って言いましたけど、こういうふうに逆さにならずに、このちゃんと文字がこうやって見たときにクーンって読めるようにしたら OK です。それでこちらでつけるので、そのまま楽器にはめるという仕組みになってます。あとはこの片当てあるじゃないですか、微妙にこの太さが違うんですよ。で、このバイオリンを構えた時にここに肩に当たる部分があると思うんですけど、肩に当たる部分がここですよね。こっち側、背面で見たら左側、片当てはこの太い方が左側に来ます。それではめる、簡単ですね。じゃあどのぐらいの位置でつければいいのって思うと思うんだけど、こんな風にちょっとなっているじゃなくって、これでもなくって割と平行で OK です。そして、うまくはめるポイント、まず太い方をからかけます。そして細い方をその後にかけます。いいですね。そしたらその後に細い方を少しはめ込みます。こういうふうに。でちょっと斜めになりすぎたので、この太い方でもう少しはめてあげる。そうするとちょっと調整されてますね。こんな感じで片当てははめていきます。あんまり力やりすぎると、楽器も傷んでしまうので、ちょうどいい加減で止めるようにしてください。次はペグですね。初心者の方だとこの位置をちょっと調整するのも少し難しいと思うので、
あんまりこれでガンって緩めすぎるとそこは狂ってしまうので、ゆっくり自分の方向に、様子を見ながら回せるようになりましょう。そしてもう一つ、これを一気にガンと、緩めてしまうとこの駒の傾きの原因にもなってしまうんですね。なのでゆっくりなるべく滑らかに自分の方向にペグを持っていってみましょう。やってみますね。このぐらいのスピードでできるとベストかなと思います。そして、少しずつ自分じゃない向こう側の方向にゆっくりゆっくりゆっくり回して調弦をできるようにしましょう。調弦の仕方については詳しく以前にお話をしている動画があるので概要欄から見てみてください。そして最後、駒のチェック。この駒のチェックって、いつの間にかこういう風に傾いてしまうことなので、しっかりしていないと突然駒が倒れてしまうんですよね。なので、ちゃんと、数日に1回はチェックするようにしましょう。なんで駒が倒れちゃダメかっていうと、まずこの、バイオリンのこの F 字工の中には、昆虫っていうものがあるんですよね。駒が倒れることによって昆虫も一緒にずれてしまうこともあるんです。なので昆虫がずれてしまうと音に大変影響があるので、絶対に倒さないようにしましょう。そしてこの、もし倒してしまったら、また戻さなきゃいけないですよね。そうすると駒自体も、別のところに置いてしまったりする可能性がありますよね。もし、この駒を別のところに置いてしまった時にも、すごく音に影響してしまうので、絶対に、駒を倒さないように気をつけるっていうのはすごく大事なことです。そして、もしここが、倒れるまでなくても傾いてるなってもし思った時は、自分の習っている先生とかにちょっと、直してもらったりとかしましょう。もし独学でされて先生がいないっていう場合は、楽器店に行って直してもらうのがいいかと思います。それでは次、弓に行きます。弓は適切な、弓の張り方があります。まず、弓を張りすぎてしまう場合、すごくこの竿に負担がかかります。負担をかけてしまうとこの弓自体の寿命が縮まってしまうんですね。張りすぎっていうのはこの1センチぐらいですかね、1センチぐらいここに幅があったらちょっと張りすぎです。逆に張り足りないとこの弓の毛と竿が触れてしまうのであまり良くありません。いい音も出ません。パワフルな音も出ません。適切な弓の張り具合このぐらいなんですけど、 0.78 センチぐらいだと思います。このぐらいだとパワフルな音も出ますし、柔らかな音色も出すことができる適切な弓の張り具合なので、ちょっと試してみてください。そして、バイオリンの練習が終わったら必ず弓は緩めましょう。弓を緩めないと、この竿が張りっぱなしになって寿命が短くなってしまうので、絶対に弓を緩めることは忘れないようにしてください。そしてバイオリンを弾く上で絶対に必要なもの、それは松ヤニですよね。松ヤニの塗り方を簡単に説明したいと思います。まず松ヤニは毎回の練習の時に、つけるのが一番いいと思います。1日3回とか複数練習する場合は感じで3往復ぐらい毎回したらいいと思います。1日、
1回しかしないっていう場合は、まず元、まあ、6往復ぐらいしましょう。そして中指、こんな感じで6往復します。で、先指、6往復ぐらいします。そして最後に前球、3往復ぐらいします。それで松ヤニを塗ったということになります。ここまで楽器と弓のチェックが終わったら、次に、バイオリンを弾く上で最低限必要なアクセサリー類をご紹介します。まず楽譜書き込み専用の鉛筆を用意しましょう。レッスンの時も同時に楽譜と一緒に鉛筆を出すと、まあ、スムーズでいいかなと思います。鉛筆を使う時、 2B 以上の鉛筆を使うのがおすすめです。 2B 以上だと力を入れないでスルスル、書くことができますし、消しゴムを使う時も跡がつかないんですよね。なのでシャーペンよりは 2B 以上の鉛筆がおすすめです。そしてチューナーを用意しましょう。楽器店さんに専用のチューナーが売ってます。もしチューナーを持っていなくても、携帯のアプリでチューナーアプリっていうのがありますので、そちらを初心者の方は使うのも構わないと思います。そしてクロス、こちらは楽器のお手入れをするときに必ず必要なものになってきます。そしてクロスはこのように2枚使いがおすすめです。なぜかというと、こっちのクロスでは手の汗を拭いたり、そしてこっちのクロスでは松ヤニを拭く、2つ、用途が違うんですね。手の汗を拭いた後にこの松ヤニを拭いてしまうと、その後にもう一回手の汗を拭いた時に、ベタベタしてしまいます。なので、松ヤニと手汗を混ぜないようにするために、2つタオルを用意しておくのがいいと思います。そして、さっきもご紹介しましたけど、松ヤニ、これは絶対に必要ですね。松ヤニを塗らないと実は音が全くなりません。なので楽器購入と一緒に松ヤニは絶対に買いましょう。以上が初めに注意することと必要な道具です。こちらが整えば練習を開始することができます。あとは構え方、持ち方、それぞれ、押さえていかなければいけないポイントっていうのがありますので、そちらは私の過去の動画でご覧になってください。今日のところは以上で、練習開始するまでの準備のまとめをお話ししました。それではバイバイ。